はい、11章鉄の掟。うん、佐山が待ってんな。はい、待ち合わせの場所に行きます。こっち行かれへんか。はい、じゃあ向かいます。方向の方に行ったらいいんでね。ないです。はい、待ち合わせに行きます。ん、おるか。あ、おる。あ、すでにもうおんな。行くか。行こうか。どなし。どうした。昨日の夜、今までのこと整理してたら、嫌な予感がしてきてね。嫌な予感。ええ、私が人言派の生き残りじゃないかと思って。どういうことだ。ママの言っていたことから推測して、私の両親が二十数年前東条会に殺されたとするなら、両親は東条会に敵対していた人言派の人間って考えるのが自然じゃない。お前も人言派の生き残り。そう考えてもおかしくないでしょ。村井に会いに行くのはやめるか。自分の過去から逃げたくない。行きましょう。まだ強い女に戻ったね。はい、はい。ああ、お前は大丈夫なの。ええ、心配はないね。おい、何。ああ、そうやね。行きましょう。はい、探せ。ちょっと待てよ。マジで、お前これは情報出てるか。出てないか。あ、出てますやん。ここに情報出てますやん。はい、じゃあ、ちょっと待ってよ。そういう意味やろ。ここを目的地にしたらいいんや。はい、行こう。はい、行こう。逆か。こっちやね。はい、行くぞ行くぞ行くぞ。あ、行かれへんやん。え、どうな、あ、俺こうなった。こう行ってこうやね。はい、戻ろう。と、ここまっすぐの、これ左やね。はい、抜け抜け。はい。やっと来た。はい。あ、こいつ、もうすぐにスルーします、こいつらは。ここやね。どいつや、こいつか。ねえ。どうやねん、知ってんのか知らんのか。おどこに、どこにおんねん、そいつ。大さん、お前もう腹たるわ。ああ、おい。話が早い。ほな教えたるわね。はい、ちょっとどこやろうな。あ、ここか。じゃあ向かいます。はい、行こう。どんどん行くぞ。はい、はい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 、はい、無視。よっしゃ、着いた。松川なんもここやね。2階か。はい、やらん。ここ、え、ここ、ここじゃないか。じゃ、下、下か。これおもろい。ここか。はい、無視。ちょっと待って待って待って、どっから入んの。よしよし、こっから入るのか。入られへんのか。入られへんな。そう、しばきに行こうか。どこおんねん、やつら。上か。あ、ここで、あ、ごめんなさい、今一人でやっとくけど。あ、さやま、もうやられかけや。ちょっと待って、これさやまやられかけ。やられた、お前ちょっと終わんのちゃう。あ、さやま、バタケロ。あ、回復すんねんな、よかったよかった。ゲームオーバーなのかな、お前。
お前らこらお前何をしてんねんお前ねえ話せいい怒ったぞお前極み出てくれ極み出てくれあめっちゃ腹立つ絶対芝こうえいえいおいおいさすがやでおいせいどこやまだおる待てよ待てよおいあいいえ店入られへんかってな手間取らせやがってめっちゃ手間取ったわあいや店入るうわぁ、鍵かかってる。ん調べるってなんかあんな。ずいぶん古いポスターのようだから。ねえ。お、電話番号。ほうほうほう。090。お、お、メモ、お、電話番号。うん。かけてみて。はい。電話をかける。ちょっと待って、なんか、ここに、なんか光ってる。なに？あ、これのロッカーの鍵ね。電話番号、所持品、電話番号のメモ。はい。はい、使用します。お？繋がった。おい。おい。うん。スリーサイズは上から。ん？何を言ってる？どういう意味だ？スリーサイズ。え？そんなスリーサイズなんかどうやってわかんの？スリーサイズなんか分からんわ、そんな。ちょっと待てよ。スリーサイズ。ポチャって言ってたね。ポチャか。100?110? うん、110。ウエストやろ。ウエスト90か。切れた。スリーサイズわかるお前ちょっと振り向き振り向きスリーサイズわかる喋られへん今あこれ喋られへんか今スリーサイズちょっとなんか出てないかちょっと待てよこれしか出てないねスリーサイズこれ適当で言うんかなちょっと待てよもう一回電話かけてみようかスリーサイズ、スリーサイズ、貴重品。はい。はい。お？うん。おい。スリーサイズだね。ん？110は合っとってんやろ？俺90も100にしようか。お、合ってる合ってる。ヒップ。100はあるやろ100190とかないわな100かな100105とこれこっちも桁があるっていうことはあれかなこれいけこっち行くんかなここまで合ってるやろ100と110できてるやんけどウエストはちょっと細いね大体ちょっとじゃない？かなり細いな。普通は。110、100、100。いやけど大体俺110ちゃう？ 110 やろ。いや、あかん。おっしゃーおっしゃー。おい。はい。よっしゃ、やっとや。はい。ここやったか？もう一個こっちか。はい何ん鍵はえ腐ったような匂い、うん、ああどういう意味鍵が開いてるって何これ何調べるんん暗号かなほんまにああ将棋おおちょっと待ってこれ2つ調べたよなこっちなんかあんのかんんんおんこの金庫怪しいな
え、金庫番号、え、金庫番号な、これはちょっとわからんやろ、4桁、え、ちょっと待って、金庫番号どっかになんかあるやろ、ちょっと待てよ、あの2つのやつか、ひょっとしたらこれちゃう、これが多分あるやろ、ん、え、ちょっと待って待って、分からんぞ、これは、ちょっと待てよ、え、ちょっと待ってな、王、金、銀、これ歩兵って俺将棋せえへんから分からんねんけど、これでいったら、王、金、銀、5、8、2、4ちゃうか、多分、王、金、銀、最後は歩くやつやろ、で言ったら駒のとこ5を来てるやん、8来てるやろ、で銀は2来てるし、歩くやつは4やから5824、ちょっと一回行ってこようか、ちゃうかな、はい、のけい、あ、行くぞ、はい、ちゃうかな、よくホラーゲームでこういう謎解きあるんですよね、はい、おい、おっしゃ、え、何出てきたん、ほうほうほう、顔中で、お、電話鳴った、はい、毎度、謎の正解です、簡単な、うん、あ、クリスマスプレゼント、おー、おい、うわ、何やねん謎の声、ほんま、はい、じゃそこ向かいます、まず出ようか、まあ、ホラーゲームとかでよくあるんでね、こういう謎解きが、はーい、はい、ちょっと待って、あ、すぐそこやん、すぐそこや、あ、行こう、ここやね、はーい、ういちょっと飯も食おうか、いらっしゃいませ、はい、あ、飯は食われへんのかついでに飯も食おうかな思ってんけど、何か硬いものが入ってる、なんだこれ、ほう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 、ありがとうございました、おお、これ体力回復になったん、ねえ、なんかイベントっぽいものなかったっすね、なあ、どういう意味があんねやろ、なんかちゃうゲームになってきたの、ちょっと、おい、お兄ちゃん、偶然、何やねん、いや、会えてないよ、いや、うん、はぁ、ん、その駒、おう、なんで、その駒がどういう意味があんの、なんで譲らなあかんねん、いや、おい、何の意味があんねん、教えてくれ、はぁ、渡せや、言われた、そんな言われた、余計渡したくなくなるわ、何、喧嘩か、横さんが大体目見るだけやって、はい、怪しい男、はい、俺、お前、俺飯、あ、待てよ、飯食うたのに全然回復してないやん、おっしゃ、せい、あ、こいつ硬いな、結構、起きろ、カス、あ、来た、おい、強いな、さすがやで、起きろほら、はい、あっ、ゲーム出た、はい、出るんちゃうか、出るんちゃうか、出えへんか、あっ、今出とったのに、はい、はい、せいえ、起きろほら、さすがね、Yeah!
はい、はい、せいせいせい、あ、やべやべ、はい、はい、ほい、何回ハイキック食らってんねんお前、はい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 、ほいほいほい、お前こいつ捕まえたい、はい、カス、はい、クソが、うん、説明してろ、それはな、この人間国やら職人教育、おお、そうなんや、うん、へえ、通行手形になるんや、うん、へえ、そうなんや、まあいいわ、今日はこれ勘弁しよう、いや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 、何が容赦せんからやねん、ん、ん、電話、はい、お見事でした、誰やねんお前、おお、気をつけるわ、うん、悪く思ったらあかんねん、ああそうな、おい、どこにおんねん、サンタクロースに見せたら案内してくれます、何、サンタクロース、サンタクロース、そのあなたの言ってが報われますように、え、ちょっと待って、サンタクロース言ってんねんけど、何、ここにこの、え、こんだけおんの、サンタクロースが、え、ちょっと待ってみようか、いろいろ行きましょう、ちょっと待ってな、ちょっと回ってみますね、いろいろ、こいつがサンタクロースか、ひょっとしたら違う、赤色のあれ着てるずれてもんな、いや見てない見てない、赤いスーツなんか用でっか、あのコマを見せてみよう、誰の紹介や、うん、はあ、うん、おう、こいつだったんや、ついてこい、オッケー、何？今日はここで営業中や。おう。何してねん。あ、将棋か。もう全くルール分からないんですよね。こいつ？この人かな？ここはアベックが来るとこやないわはい、見せとるぞ、杉浦平之助の作品やないか、よう手に入れたの、うん、ほんで誰と刺したんや、村井だ村井、村井、村井という男よ、あ、あの人やな、橋におるところやな、お前の親父かもわからんぞ、あなたが村井さんね、なんて言うやろ、これは昭和59年名人戦最終局の142手目の場面や、知らんわそんな、ここで挑戦者の矢蓋は5八馬と指して勝負に出た、あー麦茶うまい、だがこれが敗因で矢蓋は負けた、4三に銀を打って王を固めるのが定石なことはプロなら誰でもわかるのに、矢蓋はなぜか勝負に出た、ふん、皆は凡ミスや言うがわしにはそうは思えんかった、聞きたいことがあるんです、若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん府警の別所からあなたのことを聞いてきたんです、そう聞いてきたんや、安心してください、私は別所の部下です、神言派のことをお聞きしたいんです、神言派、二十数年前の神室町での事件覚えていますよね、
お、私もその時に生き残った一人かもしれないんです。あの時現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか。でね、一人おった。あ、一人おったんや。詳しく聞かせてください。何も知らんでも生きていけるのならその方がいい。教えてください。教えてくれ、教えてくれ。ヤブタは名人戦に負けた後、公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもた。何を言うてね。絶対に名人になるんやと思っとったが、多分己の実力じゃ無理やいうことを悟ったんや。それが自分の運命やとな。せやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや。うん。人の人生っちゅうのは残酷や。あんたは今まで過去を知らんでも生きてくれたんや。余計なことを知っていらぬ運命を背負うことはない。どんな過去でも受け止める覚悟はできています。だからあなたに会いに来たんです。お願いします、教えてください。話を聞くまで帰りません。お願いします。あれはクリスマスの夜やった。うん、クリスマス。お祭り気分のわしらの隙をつくように堂島組が襲ってきて、アジドにいた構成員は次々と葬られたけど、あなたを含めた3人が運よく生き残った。ああ、あなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのね。せやけど本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもた。だがわしはこうして生き延びることができた。うん。どうして？仲間を撃ったんや。ほう。生き残った他の二人を撃ったの？ちゃう。キム・デジンとジヨンミンやない。キム・デジンとジヨンミン。当時二人は16歳やったが、なぜか難を逃れた。うん。その後の行方はわからん。それじゃあ、あなたが撃った仲間っていうのは誰なの？実はあと二人おったんや、生き残りが。それはボスの女房とその子供や。うん。子供。あ、これがボスか。한정이아니야내가죽어도조직은영원해죽어봐라風間。あ、あ、若いなおっさん。まだお、あ、打てへんかってんな。おい、しっかりしろ。おい、おっさんいいやつやんけ、ほんまは。子供
うぅ、あー、島野か。あ、けど生きとったよね。吸収が外れてわしは生き残ってしもた。うん、それからもらいという名前をもらってこうして生き延びとるんや。キリュウは誰に対して怒ってんねん。こうしに来て。じゃあ佐山の父親は真言派のボス。その後ボスの奥さんと子供はどこへ。河原さんがこっちへ逃がしたんや。じゃああなたは自分が助かりたいためにその親子を本国の組織に売ったのね。その後その二人がどうなったかは知らんがな。うん、母親は死んで子供だけが助かったのよ。ほんま、あんたがあん時の子供なんか。その子の父親を殺したのは誰なの。名前は知らんが顔はよう覚えとる。うん、髭を生やした男やった。それは風間のおやっさんだ。うん、俺を育ててくれたあの風間慎太郎だ。本当に。ああ、俺もその場にいた。ん、わかんないよ。うわ、誰やこいつら。人言派の連中喧嘩やね。そうだ、ビルの爆破も誘拐もてめえらの仕業だな。そうだと思う。あんたには礼を言う。その裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからな。この男に手出しする前に郷田会長の居場所を吐かせてやる。無駄や。そいつらは本国の先鋭部隊や。うん、絶対に口を割るようなことはせん。あかんで、そんなんしたら。さあ、郷田会長の居場所を教えてもらおうか。その前にあの世に送ってやる。ちょっとね、将棋のあれでどつき回しましょうか、こいつら。将棋、これ、よっしゃ、持てる。あ、無理か。あれだ、ほら、武器持つな、ほら、武器。おいさ、せい。持たせろ、武器持たせろ。お、いっぱい殴れる、いっぱい殴れる。ちょっと、あ、やったな、お前。お前、ナイフ持つな、ナイフ。素手でやれ、素手で。はい、あったしよ俺に。サソリ蹴りやねんか。ちょ待ってよ、なんか持たせろ。ないか。あ、ちょっと待て。はい、お前後ろからやってくんなよ。ちょっと待て。おーい、あー、クソ、僕持たれへん。もうすぐで一人。おっしゃ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 。あれ、さやも頑張ってんな、一人で。はい、ポケポケ。はい、おっさん、はい、せい、はい、起きろ、はい、はい、せい、はい。あ、お前このゴミが、あんま、はい、あと一人。はい、あの、佐山が倒してくれましたね。はい、かかったか、お前ら。郷田会長の居場所言え。言え。ああ、なんかそうなると思ったわ。しっかりして。
ああ、なんか死ぬんや。こんなんしたらあかんで。それが人言派の掟や。わしも掟に従っておけばよかったんや。昔他人様に散々迷惑をかけた男が、人並みに幸せな生活を送りたいなどと思ったんが間違いやったんや。運命に逆らったらあかんのや。あかんのやって。あの時死んでしまえばよかったんや。それはな、どうか知らんけど、あの世でおふくろさんに娘さんは立派になったと報告しとくわ。幸せになるんやで。ああ、死ぬねんな。刺すんかい最後。うぅ、うわ、怒ってる怒ってる。おい、どこ行くねん。